いやすごい雨だった、はあ、というわけでですね、今日朝からですね、久々に崎陽軒の工場のところの売り場にですねお弁当を買いに行ったんですけども、今日はですね7月の2日、今日が何の日かと言いますと、あの横浜の生んだ落語の巨匠桂歌丸さんの命日、7月の2日ということでございまして、今日1日限定で崎陽軒が発売したお弁当がありまして、こちら桂歌丸さんの愛したチャーハン弁当、見えるかい、ね、はい、はい、というわけでですね、こちらをですね今日買ってまいりました。今日1日限定なんですよこれで、予約さ事前に予約をして1人1個ということでですね、買ってまいりまして、まあちょっとね中をまた見てみましょうね。中がねちょっとねいつもと違うチャーハン弁当になってるということでございますのでね、ぜひ食べてみたいと思います。さあ開けてみましょうね。そうあ、これもね、こちらこの絵もね、この絵見えますか、こちらもですね、あの商店で一緒だった木久扇師匠がですね描いた似顔絵が入っておりますよ。ここにもサインもあって、うん、というわけでございまして、なんとすごいですね、裏見るとこんなカラー写真で歌丸師匠の経歴が載っております。すごいですなこれは。あらあら、またこれも大事に取っておいて、うん、中身を見てみましょう。中身はこんな感じだ。あらあらあら、中身はこんな感じでございます。これ分かりますかね、ちょっと向き変えようか。ひょうちゃんがですね、ひょうちゃんが歌丸師匠バージョンになっています。うん、ちゃんと色も緑になってるね。へえ。そしてですね、このチャーハンもいつもとチャーハンと違うの分かりますか、これ。そう、グリーンピースがないんです。で、なんかね歌丸師匠がね、実はグリーンピースがそんなに得意ではなかったということで、グリーンピースの代わりにエビがトッピングされている特別仕様のチャーハンになっているということですよ。他はねシューマイが3つ、そして唐揚げですね、そしてこの後ろに塩焼きそば、たけのこ、いつも通りですね、こんな感じでございます。さあ早速いただいてみましょう。こんな感じでね、まずはいつも通りのシューマイから、ほら、うまい、うん、もう歌丸師匠といえばね、もう商店で我々もよく存じ上げておりますが、僕たちが小さい頃からおじいちゃんでしたよね、見た目がね。でもね、なんかね、うん、なんかね40代ぐらいの時の歌丸師匠の写真とかがね、なんかね一回ネットかなんか見たことあるんですけど、超かっこいい、おしゃれな感じでしたよ。僕もね、うん、落語はね好きなんですけどね、歌丸師匠のね、うん、寄席にはね行ったことがなくて、見る機会を失ってしまいましたけどもね。でもよくあの歌丸師匠があの2代目館長をやっていたあの横浜にぎあい座、この間ちょうどにぎあい座の生き方もこのチャンネルのどっかにあったと思うんですけども、そこでですね、うん、僕の好きな柳家喬太郎師匠の落語は1回聞くことができましたね。最近は行けてないんですけど、またこのねコロナがね明けたらね、にぎあい座とか、うん、他のところでもいいんで行ってね、落語とかも見たいですね、ゆっくりとね。いや行くべきだと思いますよ本当にね。皆さんもコロナが明けたらあのいろんなもん見た方がいいと思います。いや本当にこうやってね歌丸師匠のお話はもう聞けなくなっちゃったんで、本当にこういう機会をね逃しちゃいけないなと思うんで、僕はね好きな落語とかね舞台とかね、そういったところはね見に行きたいなと思ってますね。今しか見れないものは本当にね目に焼き付けておいた方がいいと思いますよ本当に。唐揚げね、うん、
幸せですね、うん、このね塩焼きとかも美味しいよね。うん、ラスト塩焼き、うん、ごちそうさまでした。今日の7月2日がその歌丸師匠の命日ということで、まあ、僕はね今日あのお弁当を食べて師匠も思ってみましたけれども、今日は2時からね、2時からね館内ホールで桂歌丸一門の一門会ですね、そちらに行った方もいらっしゃるのではないでしょうかね。外はまだまだ全然雨なんですけれども、うん、まあ、今日はですね歌丸師匠を思いを馳せながら、チャーハン弁当を美味しくいただいたという回でございました。